罰ゲーム化する管理職。会社員の出世の先にある管理職がまるで罰ゲームのように厳しいものになっている現状について分析したのが、パーソル総合研究所の小林雄二さんです。90年代以降、バブル崩壊後以降ですね、日本企業は組織のフラット化という形で、単純に言えば組織の階層関係をですね、少なくして、管理職ポストを減らしていく流れっていうのが長く続きました。プレイングマネージャー化ですね。管理職になったとしても顧客には付き続ける。課長になったとしても、きちんと現場の仕事もやり続けるというような形です。あとは、ダイバーシティ。ですね。同じ職場の中に、非正規雇用と、パートアルバイトと、いろんな人が雇用関係としても様々ある。そこに、シニアの労働力、そして女性、そして外国人と、様々な属性が入り乱れて働くっていうことが、もちろん職場のマネジメントの難度を上げています。働き方改革で社員の労働時間を短くする流れはあるものの、管理職は蚊帳の外。一方で労働基準法における管理監督者となれば、それまでもらえていた残業代がもらえなくなるケースもあり、責任と仕事量に収入が見合わないと感じる人も多くいるのが現状です。そして近年、管理職に重くのしかかっているのが部下のメンタルに対する配慮です。職場のメンバーのメンタルヘルスの問題は、労災の相談件数などを見ても如実に上がってきています。ちょっとでも叱咤激励が行き過ぎるとか指導が行き過ぎた場合にメンタルヘルスの問題になってつながってしまうんじゃないかということで、今多くの管理職がどうなっているかというと、ハラスメントをしないようにしないようにコミュニケーション自体を希薄化させてしまっているんですね。これは結局ですね、マネジメント自体を、信頼関係が築けないので、マネジメント自体を難しくしてしまって、結局負荷が上がりやすい構造になってしまっている。そうしたことも指摘できますね。そんな罰ゲーム化に歯止めがかからない背景には、長く続く日本の企業文化があると小林さんは指摘します。まず一つは、日本の管理職はなるのが遅いです。課長部長に昇進する年齢が大体ですね、日本は、課長昇進が平均で言えば40手前ぐらい、部長昇進が45歳前後です。これって各国、例えば中国とかと比べると10年ぐらい遅いんですよね。16年以上経ってようやく課長、20年以上経ってようやく部長なわけです。こうなってくると、さすがに組織内の昇進みたいなものが目の前から遠ざかりすぎているので、なかなか若手としては管理職最初から目指しますというような求心力はやはり下がってきてしまっています。組織の高齢化に伴い、昇進がさらに遅くなっている傾向が見られるといいます。社内での昇進を目指さず、副業や転職といったキャリアを選ぶ流れが加速する中、管理職の負担を減らすワークシェアリングなどの改革が組織には求められていると小林さんは話します。日本の経営陣は、その管理職の中から次世代の経営陣を見出したいわけです。つまり大変なこともある、修羅場もあるかもしれないけれども、真のリーダーになるためにはですね、そういった修羅場も必要であるって感覚なわけですね。それを日本企業は、ある種広い範囲の社員に求めます。これを切り分ける、早めに切り分けるっていうことです。つまり幹部として、経営幹部層まで、真のリーダーとして残っていてほしい人は、早めに選抜して、期待と処遇と訓練を厚めにその人たちに振り分けると。一方で、それ以外の、管理職としてはやってほしいけれども、役員までは上がらないよねっていう方々は、ある種早めに、この、専門職、専門領域の中で管理職として従前に働いてほしいというような、役割をより特定領域に、絞ってあげるみたいなことで、キャリアへのアプローチを考え直すってことは同時に必要だと思います。
さて、管理職の抱える課題としてこういった負担感を分析していました。さまざま挙げられていますが、部下へのマネジメントや新しい組織課題への対応、コスト削減要請、業務量の増加などさまざまな負担があり、しかもこの増と書いてある以前よりも増えているものということで、ここを見ると多いんですよね。そうですね。この管理職が罰ゲーム化していると言われている状況についてどう見ましたか。いや、もう本当に言い得て妙というかその通りだなという感じがしますけれど、はい、まあ、ここにも書かれているような、例えばじゃあ、まあ部下の離職が増えているとか、で一方で育成が十分にできていないと、でじゃあ一生懸命手塩にかけて育てて育成させると、あのちょうど使い物になるというか、あの一本立ちできるぐらいになった時に離職しちゃうみたいな、戦力になる頃に転職しちゃう、には転職しちゃうみたいなこともあるわけで、じゃあどれだけ一生懸命それあの育成ってやるべきなんですかとかって悩んでる管理職もいるでしょうし、まあ、本当にそのあちらこちらからね、あのクレームとかね、あのもこれどうなってるんですかみたいな、はい、まあ、苦情処理係じゃないですけれども、カスタマーセンターみたいになっちゃったり、でそれをもう沈下することだけで手一杯で、毎日 の, そのルーティンワークを日々の仕事を回していくだけで精一杯で、本当にやりたかったはずのことがなかなか手が回らないというような、管理職の方は非常に多いと思うんですね。で、はい、まあ、その管理職が大変だっていうのは、まあ、それはそうだろうというか、そうなのはしょうがないんですよ。ただ一方でじゃあある程度手厚い待遇であるとかそういうものがあれば、まあまあまあ、あの頑張ってやろうとか、まあ、将来の会社のためだということで飲み込む、ね、ことができた人たちもいると思うんですけど、はい、まあ、最近ではじゃあ普通の管理職以外の仕事をしている人と管理職をしている人とでそんなにその給与に差がなくなってきているってことになると、じゃあちょっとうまみも薄いし、なんだかわざわざ目指すだけのことなのかいっていうふうに思っちゃう人が増えてきているっていうことなのかなと思いますね。負担感と給与がちょっとこう見合っていない、うん、そういうことなんですよ、ね、初任給も上がってますからね、差が縮まってきているんですよね。じゃあもう僕はずっとプレイヤーでいいやみたいな人も増えてるかもしれませんね。あのこの部下への例えば転職っていうのはもう今の流れ的には止められないじゃないですか。でこの社会が変わっていくってなると、うん、管理職の仕事のあり方、うん、負担を減らすっていう改善も必要になってくるのでしょうか。いや、まあ、とても大切なことで、やはりその、まあ、女性の登用とかっていうことも言われてますけれども、はい、現状だと女性でも、ね、若い人でも管理職になりたいっていう人が少ない、あのわざわざなりたいと思えない、それっていうのはやっぱり見合ってない、その管理職のタスクが重すぎるっていうふうにみんな思ってるわけですから、はい、その求めることをどこまで求めるのかっていうことをさっきの、ね、コメントでもありましたけれども、本当にバリバリの幹部候補生として育てたい人と、まあ、そこまでいかないけどゆる管理職じゃないですが、はい、とりあえずあのこの組織こじんまりとした目の前の組織をなんとか回して継続してくれればええよっていう、まあ、ゆる管理職みたいな両方あるはずなので、はい、じゃあそこはその管理職イコール大変、全部もう鍛えてもうみんながなんだろう血まみれになるまでこうサバイバルゲームだみたいなことではないはずだから、そこをきちんと分けしてあげて、あの管理職も、まあ、もちろん、ね、きつい管理職もあっていいと思いますけれども、はい、あのそうじゃない管理職っていうものもちゃんと用意して負担を軽減する、あのあなたにもできますよっていう感じをちゃんと打ち出していかないと、本当にもう管理職になりたい人一人もいなくなっちゃいますよね。管理職の中でもグラデーションとかこうバリエーションを出していく、うん、ということが大切ですね、はい、大切かなと思いますね。さらにこういった指摘もあります、はい、管理職になる年齢に関する調査なんですが、中国、インド、タイ、アメリカ、世界と比べると日本は管理職になる年齢が遅いのが分かります。中国と比べると10歳くらい違うんですよね。部長だと、ね、もっと違うということですが、これ一概には言えないと思います当然、うん、ですがこの日本管理職になるのが遅いですよね、うん、これを見ると、はい、もう少し早くしてもいいのではという指摘についてはどう考えますか。いや、あのそれもその通りだと思いますよ。 あまりにもやっぱり遅いと若い人からするともう遠い、自分がなるかどうかなれるかどうかもわからない、いや今もう1年後もわからないくらいですか。16年はちょっと見据えられないですよね。いや それってもうだから半分以上この組織に骨をうずめるみたいなことも見据えてじゃないと管理職ってことを考えられないわけですよね、はい、だからそうじゃなくてもっと本当に、まあ、中国ぐらいね若い年次で、管理職を経験させてみる、でそしたら大変さも分かると思います。うわこんなに大変なんだと、いやあの上の辛さとかも分かるでしょうし、はい、あのそういう意味でもねそういうそのマインドを持った人、ある程度その経営目線とか会社の目線を持った人がじゃあまた現場に戻っていくっていうこともやればいいと思うし、はい、もう管理職になったらそれからずっと管理職とか、プレイヤーはずっとプレイヤーっていうことじゃなくて、一回管理職になった人がなんていうか降格みたいなすごいネガティブなことじゃなくて、あのもう一回一線に戻りますよと、経験を経て、まあ、スーパー
はプレイヤーにまた戻ると、はい、でじゃあプレイヤーをやってみて、またその良さが分かったら、管理職に戻る、そういうなんか行ったり来たりみたいなことがもう少し柔軟にできるといいかなと思っていて、降格じゃなくて、うん、まあ、ただの流動くらいのイメージになると、ね、合わなかったらじゃあプレイヤーに戻ろうってこともできますもんね。だから必ずしもそのプレイヤーとしての能力、うん、才能と管理職としての能力才能って一致しないわけなんですよね、バリバリプレイヤーとして頑張ってきた人が管理職になったらあれあれみたいなことって起こりうるんですよ。そういう時に、はい、じゃああなたやっぱりプレイヤーの方がいいからもう一回戻ってみたらっていうのをなんていうかネガティブじゃなく進められるようにできたらいいし、逆に言えばプレイヤーとしてはまだひよっこかもしれない若手にもね、管理職としてやれる才能があるかもしれないわけじゃないですか。だからそこが流動化できるともう少し組織としての柔軟性増していくのかなって思いますね。ここまで管理職のこうネガティブですとか、まあ、ちょっとこう大変だよってことをお伝えしてきて、神間さんは管理職のご経験もありますよね、はい、実際どうでした、その面白さとか魅力みたいなものを感じましたか。まあ、やっぱりね大変は大変なんですけど面白さも当然あって、それはやっぱり一人でやってるとできる範囲のことっていうのは限られてるし、出せる能力キャパシティっていうのも限られてるわけですけれども、組織でチームプレーでやることによってより大きな成果を生むこともできますし、大きなプロジェクトに取り組むこともできるわけですよね。でそこの面白さ妙味というか、みんなでこう力を出し合って、まあ、と自分ができないけどこの人はすごく長けてる部分とかっていうのをこう相互に弱みを補い強みをこう出し合いながら組織としてパワーを出していくっていうことの面白さありますし、あとはやっぱり個人でやってて、いやここはちょっとどうなのかな、変えた方がいいんじゃないのかなって思うこともなかなかね個人プレイヤーレベルだとできないことでも、少しこう上の視点から管理職であれば改革をするとか変えていくっていうこともできたりするので、そういうところはとても面白いしやりがいもある部分じゃないかなと思いますよ。となると大事になってくるのはもう管理職のこの在り方だったりとか業務の感じを改善していくということが大切になってきますね。そうですね、ポジティブな面も打ち出していけるといいじゃないかなと思いますね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。